いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。あと百物語やるぞって言っても30話ぐらいで絶対にやりたいグラビアアイドルの話になっちゃうから、あでも楽しいからいいや。なんでアメリカに野球留学してるはずのお前がスタヤの AV コーナーで俺と浅見ゆまの DVD を取り合うような事態になるんだよ。今日の日はさようなら、またあいつの話す嘘彼女の話に嘘元彼女が登場してなんかめんどくさくなってきた。俺がお前にこの間教えた朱印の方法な、すぐやめろ、すぐやめた方がいい。電話かな、もしもし、俺がお前この間に教えた朱印方法、いや気持ちいいじゃねえ、気持ちいいじゃねえ、すぐやめろ、すぐ。例えばだぜ、肛門に極太マジックが入って抜けない時って病院の何かに行けばいいと思う。お前はどうかわかんないけど、ソープランドに行く途中でカツアゲにあって少しほっとしている童貞がここにいる。パンストを食いたい、いやもうパンストになりたいって言った時のお前、なんかかっこよかったよ。空を飛ぶ鳥の、どっちが早く童貞卒業するんだろうな、俺とお前の子供と。今日の日は女の匂いのするファブリーズ出ねえかな。みんながお前にガムをくれるのはお前が人気者だからじゃないんだよ。もうこれ以上言わせるなよ。最近お前のブス線がむごすぎてもう俺ついていけねえよ。お前は太宰でも芥川でもなくただのネガティブなやつだ。言っちゃったのか。言っちゃダメだよそれ。お前変わっちゃったな。昔は桜大戦のセリフの部分も生き生きと歌ってたのにな。お前の残酷な天使のテーゼは気持ちが入りすぎて怖い。ちょっと溜まっちゃったんでいっぱいやらせてもらいましたけど、もう青春の匂いしかしないね、もうね、青春の匂いのファブリーズだね、もうもはやこれはね。ペンネームイオピルコーチ、はあ女の匂いのするファブリーズ出ねえかな。なん
何なんすかね、あの女のさ、女の匂いとか女の子の匂いってさ、基本はその子のつけてる香水とか、その子のつけてる、まあなんかそのやつの匂いなんだろうけど、それだけでもないから、なんか成分を入れないと作れないだろうけどね。ファブリーズ女の匂いって出たとするじゃん。ものすごいモテないグッズの1位だよな、もう部屋にあるだけで。ペンネームソリマチ。最近お前のブス線がむごすぎて、俺もうついてけねえこの辺はもう親友じゃなきゃ言えないんだよね。どういうシチュエーションがね、内田裕也のステッキ。みんながお前にガムをくれるのは、お前が人気者だからじゃないんだよこれ以上言わせんだよなんか自慢したんだろうね、なんかね、その上から目線ですげえ自慢したんだろうね。俺こんなにガムもらっても食いきんねえからみたいなので、なんかわかんないけど、お前ガムもらったことねえよな的なね、それでちょっとこの切れちゃってんだろうね。でこいつはその裏でそのちょっとこいつのそのまあなんつうのドラゴンの死骸みたいな講習に関してその裏で固まってガムくれてる連中がバカにしてんのかを聞いてて、その拳を握ってた経験のあるそのあいつの口の匂いのことであいつの全人格を否定する、お前らの全人格を俺は否定してやるぐらいのことを言ってんのに、そいつに向かってなんなんじゃ俺にガムくれて人気者だみたいなことを言うから、すごいドラマが隠されてるわけここにはね。お前が、みんながお前にガムをくれるのはお前が人気者だからじゃないんだよ。これ以上言わせんなよつってるのに対しても、ドラゴンの死骸のような講習で、何言ってんのってなってますからね。そこにやっぱりね、なんか、ここもう青春の匂いしかしません。青春の匂いとドラゴンの死骸の匂いしかしません。このお前は、これ演技の練習なんだ、なんか。お前は太宰でも芥川でもなく、ただのネガティブなやつだっていうのってどういうトーンなんですかね。どなんのって一番簡単ですもんね。お前は太宰でも芥川でもなく、ただのネガティブなやつだよっていうのは、このトーンが一番簡単じゃないですか。でも、お前は太宰でも芥川でもなく、ただのネガティブなやつだよっていうのだと、ちょっと感じが違うじゃないですか。なんかこれをね、すごいこう一番上手な俳優を決めるコンテストのセリフはこれにしてほしいですね。ですね。今日きちんとというかみっちりやりましょうかね。あ、俺これ読まなかったっけ？あ、これ読まなかった。うわ、これ良かったのにな。これ来週取っとこう。もう、いや、ここまで言われたら聞きたいよね。これ、ペンネームペラーリ。俺これが本当はすごい好きで。後に取っといて忘れやったんだけど。よし、お前はアメンボに詳しいから、今日からアメンボ博士な。よろしくな、アメンボ博士っていう。他に取り柄のなさがすごい出てんですよ。そいつの、他の取り柄のなさの、なんつうの、昆虫博士でもないんだよ。だから、その、昆虫博士はもう埋まってるグループの中に、無理にでも入れようとしてる感じと、なんでお前アメンボに詳しいのっていう感じと、まあアメンボもそんな詳しくねえのかもな、わかんねえけど、これすごいな。よし、お前はアメンボに詳しいから、今日からアメンボ博士な。よろしくな、アメンボ博士。うわぁ。俺なんかさ、これをさ、もう見てさ、たったの一行ちょっとなんだけどさ、浅草キッドの玉袋筋太郎先生が、体型が書いたさ、本があってさ、それは、玉さんの子育て論みたいな本なんだけど、で、子供の頃の話がいっぱい書いてあるのね、玉さんのね。で、玉さん、もうその、他の連中がさ、東京の人間を気取ってる、田舎から来たくせにさ、東京ものを気取ってる中で、玉さんって、新宿で生まれ育ってるのに、しかも新宿の高島屋の前あたりで生まれて育ってたから、もうこれ以上の都会っ子はいないじゃん、東京の人間はいないっていう感じなんだけど、逆に、あの辺がまだすごく下町っぽい匂いを残してた頃だから、すげえなんていうの、ガキ大将っぽいいい話があってさ、その中に玉さんの友達みんなでさ、どっかちょっと出かける時があって、多分後楽園球場行こうぜとかって出かける時があって、そこに、大して取り柄のないやつも、仲間外れっていうか仲間に入れなきゃいけないっていうすごいこうルールが
義務感があるから、あいつは地図に詳しいから、その地図係みたいなことを何の取り柄もないやつに任命するっていうとこと、俺それを読むとすごい涙が出ちゃう。なんかね、すごいいい話だと思っちゃうね。他のやつらは喧嘩が強いとか元気だとか面白いとか、なんかそういう役割がついてるのに、無理に考えた結果、あいつは地図のことをよく知ってるみたいなことを作り出すっていうシーンがあって、なんかそれをすげえ思い出した。この、お前はアメンボに詳しいから今日からアメンボ明かすなっていう、すごいね、すごい。なんつったらいいのかな、これも一緒だけど、与那嶺136ね、俺がこの間お前に教えた朱印法な、すぐやめた方がいいぞこいつ今例えば受話器を握って電話をかけてると思うんです、そいつにね、この間教えた朱印法すぐやめた方がいい、すぐやめた方がいいって言ってるのは、病院かもしくは下半身すっぱだかでチンコが大変なことになってるところでまずかけてるでしょ、何かが起こったんですよね、きっとすごい、まあ3日前に教えたとしてね、自分が4日前からそれを試しててものすごい気持ちよかったんだけど、今日とんでもないことが起こったからこれね本当に素晴らしいです。これを言えるか言えないかで、だってもしかしたら言えない方が同じ症状を持つことになるから、一緒にこうその痛みを分かち合うこともできるわけじゃないですか。なのにお前だけでも止めなければっていうのはすごいですね。あ、これもいいな。ちょちょんが沈殿。あのね、僕がこれモデルになってるところがですね、やっぱり新宿なんですけど、新宿のバッティングセンターのある通りの前をまっすぐ行くと、右側の方にちょっと公園みたいなのあったんですよ。あと西武線のガードに当たるぐらいのところに公園が結構あるんですけど、あそこの公園の、そうね、ブランコがいいですね。まあ、もしかしたらカツアゲされてビビってか、もっと逃げてるかな、もっと逃げてるか、家のそばまで帰っちゃってもいいのかな、そこで夜中ブランコを漕ぎながら、お前はどうかわかんないんだけど、ソープ行く途中でカツアゲに会って少しホッとしてる童貞がここにいる多分童貞を喪失したいっていう俺が、その友達のもう童貞を喪失してるで、ちょっと風俗のこと詳しいようなやつに、俺童貞喪失してんだっていう相談をして、だったら一緒に行ってやるよっていうのがあって、金を持って出かけた先でカツアゲに会って金がないっていう状況で、その自分がそのなんつうの、引率役としてすごく張り切って、そのいろんなことを上から教えてやる、やった、例えばこういう呼び込みのやつに、話聞いちゃダメだぞとか、あと向こう行ったらこういう風にするといいぞみたいな話をすごい言って、でビクビクしてたりするの、お前は本当にあれだな、小心者だなみたいな感じのことを言ってる最中の、そいつが目をつけられる形でのカツアゲで、二人とも金取られた後ので、そのそいつはプライド高いからブランコに乗りながらも何も言えないような状況になってるところに、やっと重い口を開いて何とかしようと思って言った言葉が、お前はどうかわかんねえけど、ソープ行く途中でカツアゲあって少しホッとしてる童貞がここにいるっていう、なんだろうか、映画化してほしいよ20世紀少年をやめて2作目2作にまとめてね。そうですね、あー、これもよかったな、パンストを食いたいパンストを食いたいパワーボム、まあ、ペンネームパワーボムさん、パンストを食いたい、いや、もうパンストになりたいって言った時のお前、なんかかっこよかったよ、かっこよかねえよそんなやつ。いいもんいっぱいありましたね。まあ長くやってるコーナーですけど、やっぱ相当青春の匂いしますわ。ペンネームオレンジ、百物語やるぞってお前ら言っても30話ぐらいで絶対やりたいグラビアアイドルの話になるからまあけど楽しいからいいやいつもなんだろうな、妖怪百物語をあ、これもいいね、今のがオレンジさんですね。なんちゃって過ぎた原白の、お前の残酷な天使のテーゼは
気持ちが入りすぎてて怖い神話になれじゃねえよってなっちゃうんだろうなみんな、なもうその後が歌いづれよっていう風になっちゃうんだろうな、まあ、さあということで、青春参加をまだまだ送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から、友達の係まで。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。いつまでも耐える。この前キノコ狩りに行った時、お前このキノコチンコみたいな形してるなって一人大爆笑してたけど、あんな形のチンコはお前だけなんだ。優しいな、優しいよ、優しすぎるよ。俺たちキモオタ呼ばわりされて何も言い返せなかったけど、お前の捨て台詞は最高だったな。今晩お前らで抜いてやるから。うわースキッとした、スキッとしたよ。あの時の女どもの顔ときたら。まさかお前が30年前に2人で作った秘密基地に住んでるとはね。あの程度のことで見直したって、お前俺のことなんだと思ってたの。あのさ、あのちょっと言い出すタイミングなくて時間経っちゃったけど、俺別に女の足を舐めたいとか一回も思ったことないよ。だけどさ、テレビで春の愛の谷間映るとドキッとすんだよ。お前もよかった。いや正直言うともうなんかすげえ混むしね、ギンギンなんね。なんてそれは嘘。今ね嘘じゃねえな。親の財布から10年前にあげた肩たたき券が出てきたらさ、取れないよな、2000円しか。俺が教えたオナニーをみんなに教えまくってるね。いやいや、教えるのは別に構わないんだけど、山田式ピンポン玉オナニーっていう名前で広めるのはやめてくれる。帰りましょうかね。僕が好きだったのはですね、お前だから言うんだけどさ、テレビで春の愛の谷間が映るとドキッとすんだよね。お前もよかった。いや正直すっげえ興奮しね、ものすげえ興奮しね。なんてそこまでは嘘。絶対嘘じゃねえ、絶対嘘じゃねえ。びっくりして嬉しかったんだろうね。なじられるのも覚悟でちょっと引き気味に言って、もう逃げる用意もしながら言ってたのに、あ俺それ分かるよって言われてすげえ乗り出して、それで、思いっきり本音を言ったところで、うわそこまでは引くわって言われて、俺も引くの。お前かかんなかったなお前な、みたいな。今のラジオネームローユンですね。ラジオネーム魔封じの杖。俺たちキモオタ呼ばわりされて何にも言い返せなかったけど、お前の捨て台詞は最高だったな。今晩お前らで抜いてやるからなと言われた時の女どもの顔。うわーこういう友達やっぱ欲しかったな。熱いよね、なんかしてやったりっていう、そのしてやったりもしてやったりなのかどうかは分かんないんだけど、全然分かんないんだけど、
本当だよな、お前言っとくけどっていう、男で言う俺ぐらいブサイクだからなって言ってやる感じのね、ドーンっつってやる感じのね。もちろんなぎなたを振り回して自分の首をそのゲルググはスパーンって跳ねちゃってんだけど、このゲルガンダムもガンダムもやっつけたけど自分の首もスパーンっていっちゃってんだよね、このゲルググかわいそうな。ペンネーム軍手のイボ Z 対ロシア女。あのさ、ちょっと言い出すタイミングがなくて時間経っちゃったんだけど、俺別に女の足舐めたいとか思ったこと一遍もないよ。これさっきの春菜愛の逆パターンっていうか、おそらくほらほら、女の足って舐めたいじゃん、それでさっていうのがすごい先行っちゃったんだろうね。先行って途中の行き継ぎがねえから全然言えなくて、俺たちというかこうここにいるみんな女の足を舐めたい前提で話が進んでくのが怖くなってきて、いや、あのさごめんね、ごめん、言い出すタイミングちょっとなくて時間経っちゃったんだけど、俺別に女の足舐めたいと思ったこと一遍もないよって言った時のその感じね、その大前提もすげえわかるな。なんかたまにこうそのさ、男って浮気するもんじゃないみたいな話がすげえこう勝手に進んでやってる時にさ、すごい俺どうしようどうしようと思いながら、そんな立ち位置に俺いねえと思いながら、全然そういうのねえんだけどと思いながら時間が過ぎていく時にすごい苦笑いみたいな顔してるね。その深い話でのことだけど。やっぱり新助さん中心のトークになると、男ってそういういつまで経っても浮気心ありませんかって話になるじゃん。で俺モテなかった時期があまりに長いから、そんなもん1ミリもないよと思うんだよね、その俺はね。でもまあありますやんかが俺に向いてなければ全然それはいいと思う、その過半数で勝つんだろうから。でも俺にない順位って言われちゃうと、もうその時にない順位って言わないで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 と思うんだよね。で言われた時にやっぱりちゃんと言い返すようにしてんだけど、すごい難しいよね、なんかそういう時に。でずーっと言っちゃった後だとなんか取り返しつかなくなっていく感じってあるよね。みんな深い話見てください。僕頑張ってます。僕すごい頑張ってます。ペンネームどうでしょう。あの程度のことで見直したって、お前俺のことなんだと思ってたの。どうでもいいことなんだろうね、きっとね。なんかちょっとした電車乗り換えのこととか言われて、お前見直したよって言われて、とか。なんかこうタバコの吸い殻をタバコの灰皿めがけてちょっとポンってやったら落ちたから下でもう一回拾って入れ直すぐらいのことで、お前あれだな、あのまま見て見ぬふりしなくて本当見直したよ、俺本当見直したって言われた時に、俺じゃ何、あれをそのままほっとく人なんだっていうって当然の人なんだみたいな感じだよね。そうですね、へこうき、ラジオネームへこうき。この前キノコ狩り行った時、お前このチンコ、このキノコチンコみたいな形してるなって一人大爆笑してたけど、あんな形のチンコはお前だけだ。その時言わなかった周りの人も相当優しいよね、相当なもんだと思いますよ。ちゅうことで、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から友達のふかりまでお待ちしておりやすと。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。早朝のさ、家の前の道路でさ、自分のバラバラになった雑誌を拾い集めながらさ、でしかもほらそのゴミを持ってく車の邪魔にならないようにさ、すぐ拾うんじゃなくて一旦横に寄せて、どうぞ車の方取ってくださいみたいな感じで行って、そうですか、手伝わなくて大丈夫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 、もう大丈夫です大丈夫です、ほっといてくださいみたいな感じになって、でその車が去っていくでしょ。でその向こう側にこううちの前の道と交差する道をさ、通学途中のこう
女子高校生とかがこっちを見ずによ、何人も何人も過ぎ去っていくのを見るとさ、数日前に雑学王で100万円取ったの誰なんだろうっていう感じすごいする、すごいするネタいきます。お前の提案で昨日から始めたレコーディング主任だけどやっぱやめね確かに絶対弾かないって約束してから聞いた話だけど、さすがに主任にクワガタ使ってるって言われちゃう無理だよ。なあ見てみろよ、あそこの星とあの星、あの星、それと向こうのこう星、あれを全部つなげるとおっぱい座ができるんだよ。おめえは全部見てる前提で喋るけど、ファースト以外見てねえんだよガンダムは。なあなあ、落ち目になったカゴちゃんを俺がなだめて結婚するって計画、あれどうなったね、あれどうなってる知らねえよどうもなってねえよ、始まってねえよ。お前が俺に聞きとして出してくる心理テスト、多分だけど俺もお前と同じ本持ってるわ答え知らないふりして付き合ってるけど、お前さ、俺が格闘ゲームで女のキャラばっか使うのは俺が童貞だからって言うけど、お前かたくなに女のキャラ使わねえよな、それこそお前が童貞だからじゃねえの。お前最近急に洋楽とか聴き始めたよな、昔あんな好きだったビーズとかもう聴かないの？え、ビーズそんな好きじゃなかった？え、ビーズ聴いたこともない？あ、そう、それじゃ俺の思い違いだ。まあそんなとこですけど、思い違いだよね、それは絶対思い違いなんですよ。え、ビーズ別に好きじゃなかった？え、ビーズ聞いたこともない。あ、ああそう。あ、じゃあ俺の思い違いだ。これはこのセリフはね、多分だけど俳優座の試験とかに出した方がいいね。いろんな形できるじゃんか。素直に自分の思い違いだって思ってるケースと、それと嫌味で一言かましてやんなきゃなんないケースで全然違うと思うよ。中台達也が合格出すのはどっちかわからないけど、これいろんな感情を入れるだけで違う。なんかお前最近急に洋楽とか聞き始めたよなっていうのも単に不思議で言ってんのと、なんかこうちょっとさ、かぶれてんじゃねえぞぐらいの感じで上から言ってんので多分全然違うってと思うんだよね。いいな、俺はなんかこのコーナーで好きなのは嫌味じゃない方が好きだね。なんかお前最近急に洋楽とか聞き始めたよな。昔あんな好きだったビーズとかもう聞かないの？ビーズとかそんな好きじゃなかった？ビーズ聞いたことない？思い違いか。思い違いかを言いながら、ちょっとそれはねえだろ、みたいな。徐々に一回も聞いたことがないになっちゃうと、それはねえだろ。この、それはねえだろの素に、嘲笑感を、ほんの1ミリだけ入れられる方にしかくれない天女は譲れません。焦げろ。血じゃねえんだおい先生、血じゃないんですか？焦げろ、焦げろです、焦げろなんです、問題ないです。ペンネーム今のはガムシロップさんからいただきました。
った。ラジオネーム砂漠のつくね。お前俺が格闘ゲームで女のキャラばっかり使うのは俺が童貞だからだって言うけど、お前かたくなに女のキャラ使わねえよな。それこそお前が童貞だからなんじゃねえのねえ、この言い争いですよね。多分なんかこう下り顔で一回言いくるめられてるんでしょうね。自分の心に隙間があるときに、多分鬼の首取ったように、お前ほんと女のキャラばっか使うよな、ほんと童貞だからだなって感じの、もう童貞なのバレバレだぞって言われて、その時がこうちょっとその心の隙間に入られちゃったから黙ってたけど、もうしばらく経ってまたやってる時にこれだよね。この返しに対して向こうも黙るっていうね。っていうか仲良くしな仲良くしようね。そうですね、うん、ラジオネーム略してチカチュウ。お前は全部見てる前提で喋るけど、ファースト以外見てねえんだよガンダムは。はぁっていう感じなんだろうね。はぁっていう、行き過ぎちゃったんだろうね。その、なんかファーストガンダムの話をした時に、ファーストガンダム見てる者同士の、その、匂いで、ふっとこう話せたんだろうね。で、そこで、ちょっと調子に乗っちゃったんだろうね。その先のゼータとかも、あと、オリジナルビデオのやつとかも当然見てるみたいなことで、ほら、俺とかそのガンダムを見てても、ガンダムの話一緒にできても、最終的に知らない人いっぱいいるから、ジョニー・ライデンとかもうわかんないから、そのジョニー・ライデンっていう人が出てきた時点で、やべえ、俺避難しねえとっていう感じになっちゃうから、ちょっと気持ちは上がりますね。あとですね、公園のロケットさんの、なあ、見てみろよ。あそこの星とあっちの星、あと向こうの星ね。あれ全部繋げると、おっぱい座ができるんだよ。なんロマンチックだろこれ、なんなの男同士ですごい満天の星空を見上げてるのはすごいわかるんだけど、教わってどうすんのっていう感じも含めてちょっといいですよね。そうですね。あとはですね、ヒステリックドリーマー、確かに引かないって約束してから聞いた話だけど、さすがに主演にクワガタを使うって聞いたそうだね、そういうのあるよね。絶対笑わない、絶対笑わないみたいなやつで、絶対笑わないって約束するんなら話すけどとか、絶対引くなよ、絶対引くなよって言ってると、大体こうハードル自体は上げておこうと思うじゃん。想定するこうハードル自体は、まあまあまあそんなに言うんだったらこれぐらいのことあっても引かねえよって決めてんだけど、チンコにクワガタ宝船でさって明らかに反射的に引いちゃってるからで、約束破ったみたいに顔されても、それは引くだろうどうやってもっていう話すのをよせっていう郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、友達の他にまでお待ちしておりやすと、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。お前部屋の掃除ちゃんとしてるか、してるか、じゃあファックスかな。お前ん家から送られてくるファックス、ここ何ヶ月かいつも同じ位置に繰り返し繰り返しチンゲが印刷されている筋トレじゃねえよ、俺筋トレなんかしねえよ、主因だよ主因、主因をしてました。将来はダンサーになりたいって言ってる女の 98% はドブス もしいつか本物のおっぱい触ったら、実際は思ったほどじゃなくてがっかりするんじゃねえかって、たまに不安で眠れなくなる時があるんだこれ
溜めて溜めて言ったんだろうな。いつもすげえ明るいやつが溜めて溜めて言ったんだろうな。で聞かされた俺として見たら、そう言われてもって思ったろうな。お前がこのサークルに入ってきてからなんだかサークルの雰囲気がラジカルっぽくなっちゃって俺すげえ言いづらいんだよ。オナニーするからお前らもう帰れ。仲いいなお前ら、仲いいわ。お前んちの母ちゃんなんで貧乏なのにザーマス区長なの？ちょっと待って、最初は結城真央って美人で頭もいいからすげえ敷居が高いよなだった話が、なんで春菜愛と椿彩菜掘られるならどっちって話になってるんだ。いつからだ。小学校の頃ふざけて書いた卒業文集の将来の夢覚えてるか。お前は自転車泥棒をしない、俺はバッタを食べない。お前も俺もここまでは夢が叶ってるってことだな。俺がパフュームの歌集化やばいよって言った時、あれ本当にやばいやばいってお前は激しく共感してくれたけど、冷静になって考えてみたらどっちどっちのやばい。振り返りますかね。僕ね、意外にこれ好きなんですけど、ペンネーム軍手のイボ対ロシア女の、ちげえよちげえよ、筋トレじゃねえよ、俺が筋トレなんかすっかよ、主因してたんで、主因主因をしていました、筋トレしてたと思うんだよね多分。なんかそのお互いの関係性として、何筋トレしてモテようと思ってんのそれみたいな感じになっちゃうのが嫌で、主因だって言い張ってる感じなんだよね、親孝行なんかしてない、今殴ってんの殴ってんのっていう感じの。あの肩叩いてるとこ3日って、あの違う違う、肩甲骨折ろうと思ってんのっていう感じとそんなに変わらないんですよ意味合い的には。それとですね、ペンネームよなみね136、もしいつか本物のおっぱいに触ったら実際は思ってたほどでもなくてがっかりすんじゃねえかなって、たまに不安で眠れなくなる時があるんだって。そんなこと、いつも明るいお前が急に黙ってから言い出したの。そんなこと分かっけど、そのなんか分かっけど、もうそうとしか言えないね、もうね。そうですね、ペンネームインポ、あのオナニーするからお前らもう帰れ。もう堂々としてる、すごいすごいいいです。これも好きです、ペンネーム笹枕、お前がこのサークルに入ってきてからなんだかサークルの雰囲気がラジカルっぽくなっちゃって俺すごい辛いんだよね。ほんの昼飯前はすげえ面白かったんだけどっていう感じだよね。ほんの昼飯前の空気が良かったわ、ラジカルっぽくなっちゃったんだ。なんだろうな、ラジカルっぽい空気ってすごいわかるよ。なんかラジカルっぽい空気にサークルがなっちゃったら俺は行かない。多分入ってくる人もすごい増えると思うんだけど、うわー行かないな。だって部室にだよね、今まで俺にとって楽しかった部室に中山秀ちゃんや山中アナウンサーがいるんだよ。それは行かないわ、それはまず行かないわ。
そこにユーコリンとかいるんだよ。うーわ、行かないわ。俺物置に行く。ね、物置で膝を抱えることにする。ねえ、そうですね。そんなところですかね。友達同士の関係性とかをこう、なんつったらいいんですかね、こう数行でグッと叩き込んでくれる、そんな素晴らしい短文をお待ちしております。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から友達の係まで。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。これさ、お前の貸してくれた雑誌なんだけど、袋閉じが閉じたままになってんだけど、試してんの？お前俺のこと試してんのか？小野伝坊やのコスプレのつもりって違うよね。一応合コンだよ。俺たち3人が信長タイプか秀吉タイプか家康タイプかについては、まあ一旦置いといて話を最初に戻そうぜ。ドリンクバー3人分が合計で1140円、俺たち3人の小銭をかき集めて925円。ホトトギスとかもういいから。この間私たちブス3人で集まった時にさ、自分たちを森三中に例えると誰が誰になるかって話になって、私満場一致で黒沢ってことになったじゃん。正直私あれからしばらく優越感に浸ってたんだけど、お前森三中に例えると黒沢だなって一つも褒め言葉じゃないって、一週間経った今朝気づきました。探偵ガリレオの福山雅治が人気なんであって、俺たち伝次郎もどきじゃない。いい加減目を覚ませ。うちのファミコンが壊れた後も遊びに来てくれた君だけが本当の友達だと思った。お前といつも話してる女物のブーツで抜けるっていう話題を、女友達の多いやつの前でお前が突然話した時に、それはないって言って否定してごめん。なんかいろいろ怖くなってさ。ほんでもって俺が裏切ったのにもかかわらず、俺もいつもその話をしてるってみんなに黙っててくれて本当にありがとう。牛丼の80円引きにあんなにこだわってたお前がなんで7000円もするプラモデルをポンと買うんだよ。すげえわかるよ。牛丼で80円引きにはこだわりますよ。ただ7000円のプラモは買いますよ。で買った挙句作りませんけどね。何なんだろう、買わなきゃと思って買っちゃうんだよね。それでいて買うのが一番の冒険で、意外にずっと家に なんつうの、中途半端な気持ちで手つけちゃいけないと思うからなんだけど、最初はね。でもその熱量がどっかに下がっちゃって、もうずーっとあんだよね。ずーっとマスターグレードなんとかみたいなやつ。今のが、ラジオネーム地雷アモーと寝ない子誰ださんでした。ねえ。これすげえわかんな、ペンネームカニ坊主。これお前の貸してくれた雑誌なんだけど、あの袋閉じが閉じたままになってんだけど、試してんの？お前、
俺のこと試してんのか。これね、なんか思うんですけど、矢部美穂とかだよね。なんつったらいいのかな、あの試されてる感のあるやつってそういうやつだよね。むしろ明らかにそいつが興味ないようなやつで、自分が興味あるやつは開けられるじゃんか。実際なんか例えば本当に一番うまいラーメンはこれだですら今なるからね、結構袋とじにね。であと女子アナのパンチの100連発とかでもいいんだけど、微妙なやつだよね。なんか微妙なところのなんかニューハーフヌードみたいなやつ、ニューハーフヌードみたいやつを開けずに渡されると、お試してんのかこれっていう。すっごいなんか、一旦開けようとして、待てよ、これ試されてんのかと思った時の、なんつうのかな、屈辱っていうかなんかな。それちょっとわかります。カニ坊主さん。僕の中の今日一番のヒットは、ラジオネームなんちゃって杉田玄白の、小野伝坊やのコスプレのつもりって違うよね。一応合コンだよ。これなんですけど、僕みたいなデブ、ね、もしくは小デブ、わかると思いますよ。自分が失礼のない格好でと思った結果、小野伝坊やになっちゃったものの気持ちがわかると思います。もしくは、カウントダウン TV のあいつみたいな、帽子まで被っちゃったのかななんかわかんないけど、デブの中で、少なくともなんかわかんないけど、男前ではないけども、男前ではない3枚目だけども、キャラですよっていう風に見てくださいっていう意味で、オーバーオール来ちゃったんだよね。それと、いつもの T シャツの首がヨレヨレはなんだなと思って、ポロシャツみたいな人着ちゃったんだよね。黄色のポロシャツ。で、結果ですよ。で、まあ、スポーツ狩りの伸びっぱなしみたいなやつから工夫できるやつは、両サイドを切ったやつで、で、前髪を後ろに撫でつけたんだろうね。はい、小野伝坊やに瓜二つですよ。だけども、これは違うんですよ。いつもの道端の小ゲロみたいな格好よりはマシだろうと思って僕やったんですよ。で、結果小野伝坊や、結果小野伝坊やなんですよね。なっちゃったんですよね。もうね、むしろそういじってもらって構いませんっていう感じですよね。小野伝坊やのコスプレで来ましたっていう、そうですね。あとはですね、これもうちょっと読み方きちんとしたかったな。ペンネーム日達。お前といつも話してる女物のブーツで抜けるっていう話題を、女友達の多いやつの前でお前が突然話した時に、それはねえよって否定してごめんね、なんかいろいろ怖くなってさ。ほんでもって俺が裏切ったのに、俺もその話が好きだってことをみんなに黙っててくれて本当にありがとう。うわー、なんかもうその時、うわそれはねえよって顔しちゃいながらも、これは逆切れだってありだもんね。お前いつも話してんじゃん、むしろお前からじゃんいつもって言われた時の、死なばもろともにしないでくれている時の、なんかこう、ただもう帰り道に、どの道だからって売るものは何もないんだけど、俺はあいつを売ったなって思って、ブーツ買って一緒に、俺右嗅ぐけどお前左嗅ぐともね、持ち出しづらいしね。でもなんかそういうことを繰り返してこその青春だと僕は思ってますよ。ペンネーム今ニッタツさんからでした。そうね、そんなとこですかね。これ女、この人は女かな？ラジオネームおっぱいがいっぱい。この間私たちブス3人で集まった時にさ、自分たちを森山中に例えると誰が誰になるかって話になって、私満場一致で黒沢ってことになったじゃんっていうようなことが女性同士の会話であり得るのかね？俺の思ってる女ってやつは論で言うと、女のこと何も知らないまま女ってやつは論で言うと、意外にこういう感じはありえない風なんだけど、どうなんかね。うわ、でも面白いな。女の中で、女同士の中で、確かに森三中で言うと黒沢だよねって言われると、負け組みたいな感じになるよね。でも男同士で森三中の中で黒沢だよねって言うと、全然勝ちだよね。その三人の中では、勝ちで大丈夫だと思うんだよね。そうだよね。まあ、まあ、いつも先週の話題で待つところの人と、あと、何その CM? で、おなじみの。え、何その CM? その CM? ふざけてんの?おなじみの。
ギャグだとしたらちょっとすごすぎるんだけどっていう、と比べたらね、全然僕らは褒め言葉と思うけど、女同士だとそうはいかない感じするね、言われてみれば。森三中の中で誰の人生が一番いい人生か、まあ、誰が一番いいやつかっていうのを話したときに、やっぱ男と女評価違いそうだね、相当。そして全員ドブスだっていうところもすごくいいね。それをすごく分かってる女子がいるとするならば、ね。おっぱいがいっぱいさんということで、まだまだ青春参加をお待ちしております。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。もし当たったら半分ずつにするって約束したろ。覚えてないって言わせないぞ。俺が1億当たったら半分5000万お前にやるって言ったし、お前が1億当たったら5000万くれるって、お前今更覚えてねえとか冗談とか汚ねえって、150円くれよな。道を前さ、その深いってやめろ、言うな。今日のさよ、エロ本に挟んで買うぐらい恥ずかしいなら買うのやめたら、声優グランプリ。堂々とかやつ。お前近所の子供から浅井プロって呼ばれてるけど。なんで？スカートの下にジーンズ履いてる人いんじゃん。ああいう人のスカートはめくっても大丈夫だよね。ダメかね。そうかな。そうかなじゃねえ。俺もダメだと思うよ。大切にしよう。あのさ、お前が小学校の頃にやってた今すぐどんな紙でも食いまーすっていう一発芸の種、あれ教えてくんない？会う日までさあ、最後に今週俺が一番好きだったやつです。カラスマ節子の悪口言うやつに塩大福はやれねえな。なんだろうこの微妙なニュアンス。なんだろう、ものすごくモテない匂いがする。カラスマ節子の悪口言うやつに塩大福はやれねえな。なんだろうこれ、何をどういこじになってんだろうこれ。すげえいいなぁ。だ悔しいのはさ、こんな微妙な感じがすごく伝わり合ってるのに、ラジオネーム、この人ラジオネームが、真鍋かおりさんや井上和香さんのあの感じが恥ずかしいと思ってるのは僕だけでしょうかって書いたんですけど、これあんまわかんないんだよね。なんだろう。真鍋かおりちゃんと井上和香さんのあの感じ、どの感じかな、どの感じかな。俺でも勉強する。頑張って今日、今週一週間考える。だって、カラスマ節子の悪口言うやつに、塩大福はやれねえなっていう感じが共有できてるわけだから、絶対同じことを感じ取れるはずだもん、これ。すげえなぁ。ランニング着てんだよな、俺の中で。なんかランニング着てて、なんつうの、あのね、まあ、最初考えたのはコンビニで塩大福2つ入ってるパックのやつがあって、で、まあ、その夜さ、コンビニも持ち寄ってさ、その友達の汚い4畳半みたいので話しながら食ってる最中に、カラスマ節子が自分はいい女だと思うってさ、おいおい、カラスマ節子ねえだろ。いつの時代だよ、みたいなことを言ってたやつがいて、それがちょっとカチンときながらちょっと黙って塩大福食う時に、それ以降俺にちょうだいって言った時の、カラスマ節子の悪口言うやつに塩大福はやれねえなっていう感じなんだけど、ただちょっと俺の中でこだわりたいところは、パックじゃなくて、あの変なあの、
紙あんじゃんか。紙、木を薄く切ったような紙あんじゃんか。あれに包んである感じちょっと欲しいんだよな。それ、だから、そうするとシチュエーションが難しいんだよ。夜でもねえし、昼でもねえし、あれをどう手に入れてるかの感じが欲しいんだけどな。確かにね、烏丸節子の悪口言うやつに、塩大福はやれねえ感じするもん。これね、烏丸節子以外、どこにずらしていいかが全然わかんないもん。ずらしようがないもんね。烏丸節子見ねえな。俺が見ねえだけかな。まあ、キョトーンっていう世代は、普通ほらさ、おっさんがこうやって一生懸命おっさん世代の話してるときにさ、中3ぐらいの人がさ、なんだよそれフリーな、みたいなことを言うのがまあ普通の世の中だけど、むしろかわいそう。この、烏丸節子を、今時烏丸節子の悪口言われたことで、なんだろう、怒り方もね、いいんだよね。拗ねてる、拗ね怒りだからね。烏丸節子の悪口言うやつに塩大福はやれねえな。すんげえ怒ってもいないじゃん。つかみかかるほどの怒りはないんだけど、でもかなり本気で怒ってますからね。いやーいいわ。あとドブアザラシ、宝くじ当たったら半分ずつにするって約束したよね。覚えてないとか言わせねえよ。お前、俺が1億当たったら半分の5000万お前にやるって言ったし、お前が1億当たったら5000万くれるって言ったって言ったって、ここで、何の時じゃとぼけんなよ、お前。言ったじゃねえかよ。今更覚えて、汚ねえわ。お前、ほんと汚ねえ。150円出せって、そんな作れんのよ。そっちなの？そっちなんだ。そうか。ラジオネームコータル。エロ本に挟んで買うぐらい恥ずかしいんなら買うのやめたら声優グランプリ。俺でもちょっとわかんだよね。自分のすごい趣味の本って、ある意味エロ本よりちょっと恥ずかしいんだよね。なんかこう、俺だけの、すごいこう、好きなやつは。で、逆にエロ本を挟んで買う、無頼感さみたいなもので、なんかその、うまく言えないけど認めてほしいみたいな。その、そこはそれでさ、みたいな。だってある意味エロ本より、今俺多分、レオンを買えって言われたらエロ本に挟むね。ちょっと話ずれちゃったけど。もうね、そうですね。あとはですね。セノーカッパ、ペンネームセノーカッパ。あのさ、お前が小学校の頃にやってた、今すぐどんな紙でも食いまーすっていう一発芸の種、あれ教えてくんない？俺ね、種ないと思うんだよね。種はない。それと、ラジオネームローユン。スカートの下にジーンズ履いてる人いるじゃん。その人のスカートめくっても大丈夫だよね。ダメかねえ。ダメかねえじゃねえよ。ダメだよ。残念ながらダメだよね。恐ろしい、恐ろしいよ。そこは納得した方がいいですよ。事後で、いつまでも、いつまでも友達で、耐えることなく友達でいよう。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力、友達の他にまでお待ちしております。やすと。